はい、こんにちは、沖縄ネットです。はい、このチャンネルは沖縄旅行、沖縄移住検討されている方に有益な情報をお届けする YouTube のチャンネルになります。はい、今日なんですけれども、ですね、沖縄は結構本土から離れてるっていうこともあって、なんかこう本土ではそうなんみたいな、信じられないような常識が沖縄にはあったりします。で、それの中の一つを、今回ご紹介しようかなと思います。で、今回お話しするのはですね、皆さん、そうですね、これ見られてる方って結構、20代の方、30代の方が多いんですけれども、ということは皆さんお酒飲むと思うんですよね。お酒好きだと思うんですけれども、そのお酒を飲んだ後、飲んだ後に締めると思うんですよ、何かで。で、その締めるものっていうのは皆さん何で締めますか？多分ラーメンとかってめっちゃメジャーというか多いと思うんですよね。飲んだ後に、ちょっとラーメンでグッとこう締めて終わるみたいな、いいっすよね。うん、沖縄はラーメンではないんですよ。締め、ラーメン食べる人いるんですけど、ちょっと沖縄には独自の締めの食べ物の文化があります。あれですね、今沖縄そばだって思った人いたでしょ。そんな単純じゃないんですよ。沖縄そば食べる人もいるんでしょうし、僕は沖縄そば結構食べるんですけど、結構沖縄でこれ締める時はこれってメジャーなものがあります。で、それがステーキなんですよ。ステーキって思いましたね。ステーキってなんか僕の中ですごい特別な食べ物ってイメージが昔ちっちゃい時からあって、なんか高いとか高級とか特別みたいな、そういうイメージがあるので、そんな手軽にステーキ食べるのと思うんですけれども、実はですね、沖縄っていうのはステーキという食文化が非常に発達したというか、まあ広くポピュラーな食文化の一つなんですね、ステーキっていうのは。で、ステーキをお酒の締めに食べるっていうんですよ。すごいですよね、でもそれって。その締めステーキを食べる食べないってなんか都市伝説風の話になること多いんですけど、がっつり事実なんですよ。みんな締めステーキ食べる人めちゃくちゃ多いです。で、沖縄県民とにかくステーキ大好きなんですよ。みんなステーキ好きなんですよ。もう男女関係なく、もう子供からお年寄りまで皆さん大好き。が人気な理由っていうのがあって、そもそもステーキのお店がめちゃくちゃ多いんですよ。ステーキのお店の種類も多いですし、店舗数も多いです。ステーキのお店見ることが沖縄旅行って多いんじゃないかなと思いますね。昔からそうらしいです。もう一つの理由がステーキハウスの営業時間がまあ長いっていうことですよね。で、夕方6時に開店して朝の6時まで、もう合計12時間空いてますみたいなステーキ屋さんも結構あるんですよ。なんで12時、1時、2時ぐらいまでお酒飲んでちょっと締めにステーキ食べようかみたいな流れになりやすいんですね。すごいハードな人でいけば夕食にステーキをまず食べます。食べてでからお酒飲みに行きます。お酒バーって飲んで締めにステーキ食べるっていうハードファイターも結構いるそうです。すごいですよね。胃の中ほとんど肉ですよね。3つ目、最後の理由は安いっていうことですね。ステーキが最近いきなりステーキとかあるじゃないですか。あれ出た時衝撃だったと思うんですよ。ステーキこんな安く食べれるのって。結構普通なんですよね、沖縄って。なんか 200g 1000円とかで食べれるんですよ。 200g って結構多いですよ。もうちょっとあるな、まあ、安いから食べやすいっていうのは絶対あるんですよね。大学生、高校生とかでもちょっとステーキ食べに行こうみたいな、まあ、結構あるそうです。で、しかも200g のステーキにライスとスープとサラダ、これ全部食べ放題で1000円とかあるんですよ。すごくないですか。赤字やんってなるんですけど、ステーキは食べ放題じゃないですよ。 200g のステーキに食べ放題のライス、スープ、サラダで1000円っていうのより安いとこっていうのはあんまないです。でも相当安いと思います。で、しかも美味しいんですよ。これは安かろうまずかろうではなく全然美味しいです。なんで、まあ、人気なのかなっていうのは思いますね。で、まあそのステーキハウスもその多いんですけど、ステーキもいろんな種類があるんで、やっぱり、まあ、部位もさることながら
ロブスターついてますとか、ハンバーグもついてます。ステーキとハンバーグ、すごいなってなんです。プロレスラーの食事みたいです。やっぱ沖縄、米軍の方も多いんで人気なのかな。やっぱ夜中のステーキハウスとか行くと、外人の方とかも結構いらっしゃって、なんかすごいですよ。ステーキハウス自体もなんか外国風の建物なんで、なんか、国の感覚なくなっちゃいますよね。ということで、結構、都市伝説的に囁かれてる、沖縄県民は締めにステーキを食べるのは本当なのかみたいなのは、本当です。食べます。しかもたまにとかじゃなくて普通に食べます。はい。ですので、まあ、沖縄に旅行に来られた方、お酒飲む方多いと思うんですよ。で、お酒飲んだ後近くのステーキハウス行ってみてください。締めステーキ、あ、これかってなるんで、まあ、きつい人は多分きついと思うんですけど。今回は以上になります。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。